現在、日本国内の総人口の 28% が65歳以上という高齢社会。佐倉市においても、市民のおよそ3割、約5万4000人の方が65歳以上と、全国平均を上回っています。市内の高齢者の数は10年後、約3000人増加すると言われていますが、現在人口の約 14% を占める75歳以上の後期高齢者の割合は、10年後には約 22% となることが予想されています。しかし、高齢化に伴う介護の需要が増加する一方で、介護サービス事業所や施設で働く人材が不足しているのもまた事実です。今回の特集では、介護保険の仕組みや利用方法について紹介するとともに、介護の現場で働く人たちの生の声をお届けします。皆さんは介護という言葉にどのようなイメージを持っていますか？大変、不安などマイナスなイメージを持っている方もいるかもしれませんね。しかし、介護は私たちにとってとても身近な存在。なぜなら、介護保険は40歳以上のすべての国民が加入しなければならない制度だからです。まずは、介護保険の仕組み、サービスを利用するための流れについて学びたいと思います。お話を伺うのは、高齢者福祉課の中村さんです。よろしくお願いします。お願いします。中村さん、介護保険は具体的にはどのような仕組みなんでしょうか？介護保険は、介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、40歳以上の皆さんが加入者となって保険料を出し合い、介護が必要になった時に認定を受けて必要なサービスを利用できる制度です。65歳以上の高齢者は、理由を問わず介護や支援が必要な場合にサービスを利用することができます。一方、40歳から64歳の医療保険に加入している方は、末期のがんや脳血管疾患などの特定疾病により介護が必要であると認定された場合にサービスを利用することができます。介護や介護予防サービスを受けられるのは、こうした支援が必要な方のみです。サービスを受けるためには認定を得なければなりません。認定を受けたい方は、佐倉市の高齢者福祉課に申請が必要です。また、お住まいの地区にある地域包括支援センターなどでも申請の代行を行っています。地域包括支援センターは市内に5カ所あります。場所はご覧の通りです。申請は本人だけでなく、家族も行うことができるんですか？はい、ご家族以外にも介護や支援が必要な方をサポートするケアマネージャーも代行することができます。申請を受けた後、市の職員などの調査員が訪問調査を行って、ご本人の心身の状態を確認します。その結果とかかりつけ医の意見をもとに、専門家による介護認定審査会で審査・判定を行います。認定結果は、申請から原則30日以内に市から通知します。認定内容は、要支援1、2と要介護1から5の7段階からなる要介護度の認定区分と有効期間、またこれらに該当しない場合は非該当のいずれかとなります。要支援と要介護では、受けられるサービスが異なるんですか？はい。どのような違いがありますか？はい、要支援に認定された方は、基本的な日常生活はある程度自分で行うことができるものの、何らかのサポートを必要としており、これらのために介護予防をしようという状態です。サービス内容も介護予防を目的とした内容になります。一方、要介護に認定された方は、日常生活や身の回りのお世話に介助が必要という状態です。サービスの内容は介護サポートが中心となります。
大きく分けてご自宅を中心に利用する居宅サービスと施設に入所して利用する施設サービスがあります。そして要支援・要介護に認定された方いずれもケアマネージャーが作成した介護の計画書ケアプランに沿ってサービスを利用していくという流れになります。ケアプランは原則として要支援の場合はお住まいの地区の地域包括支援センターが、要介護の場合は利用者が選んだ居宅介護支援事業所または施設のケアマネージャーが作成します。介護保険のサービスを受けられるのは要介護の認定を受けた方だけなのではと思うかもしれませんが、要支援と認定をされた方に対しても介護予防という観点からサービスを受けることができます。また福祉用具の貸与や購入、住宅改修費の支給など生活環境を整えるサービスを受けることもできます。なるほど、その人に合った介護サービスを受けることができるんですね。はい、要支援と認定されても例えばリハビリを早くから始めることで日常生活を送る上での機能の改善や重度化の予防にもつながります。ご自身のためにもご家族のためにも積極的に介護サービスを利用していただきたいと思います。こうしたサービスの利用が自分らしい生活を長く送ることにもつながりますね。はい、要介護・要支援認定には有効期限があります。有効期限の約2ヶ月前に市役所からお知らせをしますので、引き続きサービスを利用したい場合は手続きをお願いします。なお、要介護・要支援認定の申請以外に基本チェックリストにより必要なサービスにつなげる介護予防・日常生活支援総合事業もあります。介護保険や利用できるサービスの種類について市で作成しているこちらのパンフレットに詳しく記載しています。佐倉市役所の高齢者福祉課または地域包括支援センターで配布しておりますので、ぜひご活用ください。さて、実際に介護の現場ではどのようなサービスを行っているのでしょうか。少し覗いてみたいと思います。こちらは市内にある介護サービス事業所、通所介護、一般的にデイサービスといわれる日帰りの介護サービスを行っている事業所です。市内には通所介護を行っている事業所はおよそ60箇所あります。現在こちらには70名近い方が通っています。こんにちは、今何をなさってるんですか。見ての通りじゃないですか。足鍛える5種類あるでしょ、1から5まで。毎回それを10本ずつやるわけですよ。難しい勉強やってました。こういうのクロワードパルパルズってね、でも、ね、なかなか解けないです。助けてもらってやりますけどね。メニューは様々、筋力トレーニングや工作など手や足の筋力を鍛えるものから、人との交流が図れる囲碁や将棋など利用者の要望やニーズに合わせた内容を行っています。従来デイサービスは朝から夕方にかけて食事や入浴サービスとともに機能訓練を行うところが一般的でしたが、中には時間が長く持て余す、リハビリなどを短時間で集中して行いたいと感じる方もいるそうです。こうした声から生まれたのが半日の通所介護サービス。1週間にね、2回こちらへお邪魔してますけど、規則正しくなったのかな、生活が。ここはリハビリのいろんなマシンがあるから、
筋肉が強くなってんのかなって。利用者の木村さんは温泉に行くという目標のためこちらに通っているそうです。現在は歩行訓練やトレーニングマシンなどを利用し筋力の維持に努めています。筋肉は足腰が弱いんでね、それを鍛えています。今まではね、あんまりやってなかった。で言われてじゃあやろうと思って始めたらば結果が出てきたのね。まあ、うちにいるとなかなかできないからね。まあ、運動は嫌いな方じゃないから。皆さん生き生きとしていますね。目的や目標を持って取り組むことでやりがいにもつながりますもんね。介護は利用者だけで成り立つものではありません。介護職員の皆さんがその人に合ったケアやサポートを行っているからこそ利用者は快適に過ごすことができるんです。元気グループホールディングス桜エリアマネージャーの鈴木さんです。鈴木さんがこの仕事を始めたのは11年前。利用者と密にコミュニケーションを取ることを心がけながら市内の複数の事業所をまとめています。鈴木さんがこの仕事に興味を持ったのは中学生の時。福祉施設を訪問したことがきっかけで介護職を目指すようになります。まあ、中学生の頃っていうのはやっぱり高齢者から見るとやっぱり孫以下だったりするので、まあ可愛い可愛いなんですよ正直。だから介護っていうところをやるわけではなくて人と接するっていうところが深くて、だからそれが仕事でできたらいいなっていうのはあったんですよね。はい、こちらの事業所で働く職員は全部で4名。そのうち3名が介護職員です。一人でおよそ3名のサポートを行っています。そこなんだよね結局ね。柔道整復師の伊藤さんはこちらでの勤務年数が最も長い職員。利用者をよく知り固い絆で結ばれているからこそ感じることもあるようです。外に外出の機会がどんどん減ってる方が多かったりするので、そういう方がこう週1回週2回ここに通うのが日課になっている方もいらっしゃるので、そうなるとその方の生活の一部には慣れているのかもしれないです。はい、こちらの事業所では職員の配置基準を十分に満たしてはいますが、年々増加する高齢者に対して介護職員の人数が少ないという現状は多くの介護の現場で抱えている問題です。きつい、給料が低い、離職率が高いというイメージが先行し、介護職員を目指す人が少ないと鈴木さんは言います。よくこう世間では5系だとかっていう言葉を言われていて、きつい、臭い、汚い、給料が低い、危険っていう言葉をよく使われてたりするんですけれども、まあ、自分自身が働いて感じるものっていうのが同じ5系でも、家族、感動、感謝、経験、恋っていうところなのかなとは思っていて、家族だとか恋っていうのは実際この介護の経験をしている中で、中には自分のことを弟だと思っていつもそばにいて怒ってたりとか、逆にはうるさいお前と怒る父親のような人がいたり、あんたのそばで死んでいきたいんだよっていう人もいたりするんですね。で実際自分が家族と一緒にいる時間なんかよりも実際ご利用者さんといる時間の方がすごい長くて、まあそういうふうに見たり見られたりするっていうのはすごいこの家族みたいな
第二の家族じゃないけども、そういうようなつもりで、はい、仕事はできているのかなと思います。今言った後継含めて、その経験できないようなところを得られるんですね。それは自分のきっと人生にとっては大きなところで、でまたこの介護っていうのは学歴は関係ないんですよ。なのでいろんな人が集まります。そうするとチームになるんですよ。グループとは違くて、グループとはその一貫性、一つの方向性を向いたのがグループで、チームっていうのはおのおのバラバラなんですけども、ゴールは同じで、そのゴールに全員が違う案を出し合いながら行える。そうすると自分が思ってなかったような答えが出てきたりとか、そういうようなところがこの介護の魅力なのかなと、うん、だから誰でもこう自分の得意分野を生かせるのが介護なのかなと思います。介護とは人の人生を支え、その人と一緒に歩んでいく仕事、そして利用者との関係を築きながら、お互いがお互いを尊重し合うもの。人の人生に関わる仕事だからこそ得られる喜び、感動が介護の現場にはたくさんあるんです。その一方で、介護を行う上では知識やノウハウは必ず必要になってきます。介護の仕事に携わりたいと思っていても、自分にはできるのだろうか、こんな時はどうしたらいいのだろうかと不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。佐倉市の介護事業所では、介護職員同士が切磋琢磨し、利用者の皆さんが快適に過ごせるよう、そして自分たちの経験をより深いものにするために定期的に研修を行っています。8月10日、この日はグループホームの介護職員が集まり、ケアマネジメント研修が行われました。グループホームとは、認知症の高齢者が共同で生活を行う少人数制の入居施設のこと。この研修は、佐倉市内の8カ所のグループホームで働く職員間の情報共有を図ること。認知症ケアやサービスの向上を目的に、2、3ヶ月に1回行われています。こちらのグループでは、女性利用者の多いグループホームの中で、男性利用者がどうすれば輪の中に入っていけるか、意見交換が行われました。メイクとか一緒に女性の方と入ってもらったりするんですけど、やっぱり途中でこう椅子引いてどっか行こうとしたりとか、まあそもそも入ろうとしなかったりとか、ちょっと難しいのかなと思うんですけど、まあ確かに土人は今まであまりちょっとやってもらったことないですけど、まあ農家もやってたからやってもらってもいいかもしれない。環境的になんかいっぱいやれるところがありそうですよね。ありますね。恵まれてますね。皆さんの何かは、本人もちょっとできるね。できたものをみんなでこう、女性方が皮むいたりこうなんかして、みんななんか食べるとかしたら、なんか一員になれた感じがしますよね。そうですね。利用者によって対応の仕方も様々。こうした研修を重ねていくこと、そしてここで得たことの実践が、皆さんの経験をより深いものにしていくんですね。研修に参加していた方に、介護職の魅力や介護職員を目指す方へのメッセージをいただきました。私たちこう介護職の関わり次第で、利用者さんでこう朝起きた時から、例えばこう夢の中までこう笑っていられる、そんな一日を過ごしていただくことができるので、でそれと一緒にこう自分たちも笑顔で自然といられるので、そこが一番の魅力かなというふうに思ってます。はい、介護についてはあまりわからない方も多いかもしれませんけども、働いていろんな方と触れ合うことですごく楽しい、生きがいのある、やりがいのある仕事になると思いますので、ぜひ介護の仕事を目指していただきたいなと思っております。そうですね、その最近やっぱりその AI が進んで、
人が取って代わられる仕事が多くあると思うんですけども、介護っていう仕事は、まあ、そのどんなに AI が進んでも代わりは効かない業界だと思いますので、まあ、その人の機微に触れたいって思う方がいらっしゃればぜひ一緒にやってみてください。はい、人の生活を支える介護という仕事、この現場には単に人の世話をするのではなく、高齢者がその人らしく暮らせるよう応援し、自身も介護を通して学び成長していく介護職員の姿がありました。最後に高齢者福祉課からお知らせです。佐倉市では今年度介護職員初任者研修を実施します。11月頃に研修の受講生を募集する予定です。また来年度以降も市内の介護人材確保に向けた取り組みを継続していきます。皆さんも介護職を目指してみませんか？